ルシアン・プティブルトンルシアン・プティブルトンは、フランスの名自転車競技選手。しかし自転車競技選手としてのキャリアはアルゼンチンで、スタートした。本名は、ルシアン・ジョルジュ・マザンという、フランスルワール・アンフェリュール兼、プレセ出身。6歳の時、一家はアルゼンチンに移住。アルゼンチン国籍を取得した。宝くじで自転車を手にしたことがきっかけで、自転車競技生活をスタートさせた。 父親は、昇進証明の自転車選手にさせたいという願いから、ルシアン・ブルトンという自転車競技選手がいたことに、ちなんで、ルシアン・プティブルトンというニックネームを名付けた。従って自転車競技選手としてはその名称で、登録された。プティブルトンは当時アルゼンチンでは有名な、トラックレースで優勝を経験。1902年に徴兵を受けたことから、母国、フランスへ戻ることに、 そして母国へ戻って自転車競技生活を続けることになった。2年後の1904年に24時間耐久のトラックレースであるボール・ドールレースを制覇。1905年には4 1 1 1 0トルを走り抜いてアワーレコードを樹立した。そして同年、プティブルトンはロードレースのキャリアをスタートさせた。プティブルトンは 1905年のツールドフランスに初出場し総合5位。翌1906年は総合4位に入った。1907年のツールでは第9、11ステージを制し、第10ステージより総合首位に躍り出たが、そのまま最後まで守り通して初の総合優勝。翌1908年のツールにおいても区間4勝を挙げ、 第3ステージより総合周囲に踊り出るやそのまま押し切りツールドフランス史上初の総合に連覇を達成した。この他の実績として1907年創設のミラノサンデモの初代総合優勝者となり1908年にはパリブリュッセルを制覇した。しかし第一次世界大戦勃発により軍隊の招集を受けたことから自転車競技選手としてのキャリアは ここで立たれることになった。1917年、車運転中にトロワ近郊で対向車と衝突し、事故死した。35歳だった。ありがとうございます。